こんばんは、アンパガバーの和田です。今日のゲストは、翻訳家でもあり作家でもあるジェイ・ルービンさんです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあもうちょっと最初に乾杯をさせていただきたいと思います。ようこそアンパガバーへ。ありがとうございます。ここでジェイさんのプロフィールを紹介させていただきます。ジェイさんは1941年ワシントン DC 生まれ、ハーバード大学名誉教授、翻訳家、芥川龍之介、夏目漱石など日本を代表する作品の翻訳を多数されています。特に1984ノルウェーの森、ネジ巻き鳥、クロニクルをはじめとする村上春樹作品の翻訳家として世界的に知られております。著書に日米同時出版となった長編小説日々の光、春樹村上と言葉の音楽など多数あります。今日はですね、11月11日に、村上春樹と私、日本の文学と日本の文学と文化に心を奪われた理由が出版されますので、それをちょっと記念して、ここにこの本なんですけども、今日はゲストとしてお越しいただきました。大変ありがとうございます。まずちょっと初めにジェイさんにお伺いしたいんですけども、はい、日本の文学と初めて出会われたといいますか、それっていうのはいつ頃の話なんでしょうか。そうですね、でも大昔の話になりますけれども、はい、大学2年目になるんですけれども、はい、その時日本文学入門というような、はい、授業を割と気まぐれに受けることにしたんですけれども、はい、案外読んだ文学も 大変なんか印象を残したし、文学そのものよりも、その文学が書いてある言葉が、はい、なんとなく面白そうっていう印象を、そういうその、先生から、はい、感じたんです。はい、彼はよく授業にそのクラスに来るたびに、私たちが もちろん何も日本語の2も知らない、はい、人たちだけが受けるような授業だったんですけれども、彼は、もちろん、翻訳のものばかりを読ませたんです、はい、そして私たち英語で読んでたんですけれども、その先生の方は、必ず原作を携えてそのクラスに来たんですけど、 そうなんですね、それについて非常に、綿密に話したんです、そしたらもちろん何も知らない私たちは、へえ、そういう言葉ですか、そういうなんか英語と違うような非常に違う、うん、非常に面白いような言葉だという印象を受けたから、その時から日本語を勉強し始めたんです。まあ、日本語はやっぱりひらがなとカタカナと漢字って、まあ、ある意味で外国の方から見ると3つ言葉を覚えなきゃいけないっていうことをよく、まあ他の人と喋ってても外国人の方とも話し出るんですけど、それがかえって一つの魅力だったんです。そうなんですね。あんまりにもその26字 その英語と違うから、これこそ勉強する、価値があるというような、はい、気持ちだったんです。そうなんですね。でちょっと本の中にも書かれてるんですけども、はい、その日本語の、まあ、勉強をバナナの皮で書いたっていうのもちろんその先生 のそういう与えた、はい、宿題のことじゃなくて、アルバイト先かどうかで、アルバイトをしてたんですね、その、はい、まずちゃんと日本語の、授業に入る前に、うん、その教科書を買って、自分で一人で、勉強し始めたんです。どういう内容なのかと思って、
開けてみたら、まあ漢字も出たし、さっきおっしゃったように漢字もひらがなもカタカナも、そしてそれはもちろん大学2年生と3年生の間の夏の夏休みの時だったんですけど、私のその時の仕事はアイスクリームを売りだったんです、トラックを運転しながらアイスクリームを売るような、トラックを運転するんですね、そういうような、そういうような仕事だったんですけど、それはどっか出張に来るトラックで運転出張してどっかでそこで売るみたいな、もちろんその持ち主からそれを、借りて、毎朝あのトラックに乗ってアイスクリームを、まあ、いろんな近所に回って、売ってたんですけれどもそれにその売るアイスクリームの中で一番値段の高くて美味しい、ものはバナナスプリットというものだったんですね。そうするとバナナスプリットはっていうと、文字通りにバナナをスプリットするんですよ、バナナを割って真ん中にアイスクリームを3つ乗せて、そしていろんなチョコレートソースかなんかを、かけるわけですけれども、もちろんそれを作るにはどうしてもトラックの中にバナナがないとダメです、そしてもちろん休みの時、少しは日本その教科書を使って勉強していたら、やはり時々漢字を書きたくなるんです、それでバナナの皮にボールペンで、漢字を書けばなんかうまくいくんじゃないかと思ったら、非常にスムーズで滑らかな感じで、ちょっと今度書きたいなと思ったんですけど、うちのスタッフにも聞いたら、なんかいや書きやすいって言ってるやっぱり外国人のスタッフがいまして今度バナナの皮でちょっと書いてみようなと思ったんですけど、一度僕のボスがその、トラックに来て何をしてるかって、見に来たんですけれども、そしてなんか不思議なバナナを見たみたいですねああいうどういうバナナかと聞いたら僕は あれは中国産のバナナですと面白いですね、あっさり答えましたけど、彼はあそうかと、それで納得したんです、納得したんですか、それ漢字が書いてあるからですね、漢字が中国語だって言っとけば、書いてあったからそれはすごく面白い逸話だなと思って拝見したんですけどもちろんその日本語の先生から、そうこうしろと言われたわけじゃないですねそれであの、まあ、そうやってあのやってる時に村上春樹さんと の, あ の, その小説といいますか文学との、まあ、出会いというのはどんな形だったんですか。あれはずっと後ですね、あれあの日本語の勉強の始めは多分、まあ、大学3年になったですから、19歳かなんか、そのあたりですね。そして先生がその私たちの日本文学の先生が、明治文学の専門家だったから、そうなんです、ね、僕の興味は自然に明治の、じゃあ明治 の, あの日本 の, あの文学といいますか小説とかが、まあ、一番その頃は何がお好きだったですか。その頃もちろん漱石、漱石ですね、彼はその先生は漱石の、心を、翻訳した人ですから、まあ、心も、道草という小説も翻訳したんですが、当然日本文学 の先生なら当然翻訳することが仕事の一部じゃないかと思ったんですけど、必ずしもそうじゃないみたいですね、翻訳したくないというような人もあるんです。どうしてかわからないんですけど僕はあまりにも翻訳するのが楽しいですから、すごく面白い、仕事ですから、するのが、まあ、その人生の意味にはまではならないんですけど、とにかくすごく面白いですが、全然知らない、全然したくないような人もいるんですね、今でもちょっと不思議に思いますそうですか他にはあのなんか
あの好きな小説家として夏目漱石さん以外、まあ、翻訳はまああと芥川さんも龍之介さんもやられてますけど、他にも何かこう、まあ、最初国木田独歩だと、はい、その博士論文は国木田独歩の研究でした、はい、そしたらまあ独歩のいろんな短編を翻訳するのが自然にその博士論文の一部になったんです。そうなんですね。武蔵野は、はい、翻訳しなかったけれども、源王寺というのが非常に好きだったんですけど、はい、源王寺とか、忘れぬ人々とかそういうようなもの、まあ、僕もかなり前に読んでたんで、うん、もう全然裏覚えで、すら覚えでどういう内容だったかちょっとタイトルしか覚えてないんですけど、まあ、僕も大学文学部だったんでいろいろでもこの頃の人たちは国木田独歩の名前ぐらいは知ってる人が多いんでしょうけど、うんうんはい、まあ日本での話ですけれども、名前知ってる人が多いみたいですけれども、実際に読んだ人はあんまりそんなにいないんですね。まあ、最近本はだんだん読まなくなってきちゃってるのはあるんで、まあ、僕はまあ比較的、まあ、すごい中学ぐらいから本読むの好きですごく本読んでたんで、はい、まあ、夏目漱石は全部読んでますし、あの芥川も全部読んでますし、まあ、独歩のものの中で特に頭に残るような、まあ、武蔵野はなんとなく覚えてますけど、 あんまり覚えてないですね。やっぱまあ、好き嫌いもあるとは思うんですけど、いろんな、まあ、好き嫌いというかインパクトがあるないっていう、あまり三島由紀夫はそんな好きではなかったですね僕は。あ、そうですか。あまり好きではなかったです。私も昔から好きじゃないですけど、まあ、だったらまあよく、まあ、比較っていうわけじゃないですけど、やっぱりこう、そうですね、ちょっとわざとらしいっていう感じですか。そうですね、ちょっとまあ、あとなんか独々しい感じがやっぱりあるし、もちろん三島のファンから、まあもう三島のまあまあ、まあ、わかるんですけど、腹が立つかもしれない、ね、好きな人は好きだとは思うんですけどそうですね、まあそういう中ではまあ僕もまあ、森鴎外とよく夏目漱石比較されますけど、森鴎外も全部読んだんですけど、まあ、でもやっぱり夏目漱石の方が特にイギリス行く前の夏目漱石は好きだったですね。どうしても彼の方が現代的ですね、そのモダンな人間の、そうですね、のそういう興味に向いてるんじゃないですか。やっぱそういうのがあって、まあ、さっき言った三島と、まあ、全然僕は作風違うと思いますけど、まあ、まあ、なんていうか、よく比較されたのが太宰なんですけど、だったら太宰のが僕はすごく好きで、好きだったんですよ、僕は一時期は太宰が大好きだったんです僕太宰のが全然、三島と比べたら太宰も全部読みましたけど、実はこれから彼の富岳百景という小説を、はい、翻訳しようと思ってます。そうなんですね、それはなんかすごく楽しみです、個人的には。まあ、そういう中で、まあ、村上さんは、まあ、最初の、まあ、風の歌を聴けって実は僕好きなんですけど、まあ、ちょうど79年で高校生の時に、まあ、僕が最初、まあ、バスケットボール当時やってたんですけど、そこの仲間がですね、一人こう村上春樹いいよと言って、それで読み出したんですね。多分81年ぐらいだと思うんですけど、81年が2年だったと。そう、随分そう初期作品の時だったんですね、はい、なのでどっちかというと村上春樹って僕の世代でも、まあ有名なのはノルウェーの森がすごくベストセラーになって、そこから村上春樹っていう名前がすごく日本でもすごく有名になっていくんですけど、そうですね、ただ僕はすごくやっぱり違和感が最初違和感、何に対してですか。いや、ノルウェーの森を読んだ時に、それまでの その村上春樹の小説を読んできたところからいくと、まあ、少しこうなんていうかファンタジーというか、そういうところが ある作風だった。ノルウェーの森ってかなりリアルな、あまりにも普通の小説のようなものだったんですかね。そうなんですね。ですから、なんていうんですかね、その後のものも村上春樹っぽいんですけど、ノルウェーの森だけはちょっとこう、本当によくわかりますけれども、ね、本当に村上さんが書かれたのかって、でそれがすごく大ベストセラーになったんで、実は僕の友達にはその前のを読んでくれってよく、村上春樹はノルウェーの森だっていう、すごくそのあれがありまして、
もし最初に読んだ作品が村、はい、ノルウェーの森だったら多分僕は 村上のファンにならなかったかもしれないですね。あ、そういう他のものも読んでから読むと、はいはい、その、うん、村上らしさが、それとなく分かると思いますけれども、うん、それかそこから入るのがあんまり、まあ良くないと思いますけれども、はい、僕がそのまあよくいろんな人から何を読んだらいいかと聞かれるんですけど、最初からノルウェーの森読みなさいということはないんですね。僕の一番好きな小説、彼の長編小説の中でですけれども、は僕の最初に読んだ世界の終わりと、ハードボイルド、ワンダーランドという小説だったです、それで非常に村上に夢中になったんですね、あの一つの本だけで、僕も好きです、ただどうして読んだ、どうして読んだかというと、実は僕は明治文学が中心だったでしょ、それでもそれだけで仕事が十分ありましたから、現代ものはほとんど読んでなかったんです。現代、そうなんですね、時々現代のものを 手に取って読んでみると、薄っぺらかなんか、非常になんか不満なところばっかりに気がついたんですけれども、だから自分の方からあまり現代日本文学を 読もうとは思わなかったんです、ただ1989年、あるアメリカの出版社から、この会社に、ある日本の小説の翻訳が入ってるんですから、あれをその本を 原文で読んで翻訳するに値するかどうかを、そのアドバイスしてくれないかという、そういうような手紙もらったんです、そしたら私はいやいやながら、まあどうせ現代のガラクタ の小説を読んでも害にはならないとは思ったんですが、あまり読みたくなかったんですね、実はただまあ仕事の一種として読んでみたら、すっごいちょっと信じられないぐらい深い印象を受けたんです。あの世界の終わりという小説から、そしたら村上のものなら何でも読んでみたいと思ったんですね。その時からほとんど他の作はほとんど読まなくなったんです。そうなんですね。それは翻訳される、結局翻訳はされなかったんですよね。その後かなんか翻訳、村上春樹さんの翻訳を正式に仕事としてやるようになったのは、それはもう彼のそのデビューよりだいぶ遅いですね。デビューしたのがそのさっきおっしゃった79年だったんですけど、僕が最初読んだのが89年だったから、10年ぐらい、村上という名前知ってるかどうかもう、まあ、分からないような段階だったですね、その頃。もうその時はノルウェーの森をまあ、出てたと思いますね。出てたんじゃないですか、まあ、ノルウェーの森は出てたと思いますね。確かに日本に来るたびに東京の本屋に行って、こういう山盛りになってるような本見たことはあったけれども、そういう読んでみようという好奇心も湧いてこなかったんですね。そしたらまあ全部読んだんですね、手に入るだけのものを読んでみたんです、それでまあさらにその後だと思いますけど、村上さんと直接お会いになるっていうことが、まあ、その後にあると思うんですけど、それどういうきっかけで。それも割と偶然だったんですけれども、彼はもちろんランナーですね、マラソンですよね、マラソンランナーです、私が
会ったのは1991年のボストンマラソンの時だったです、はい。たまたま僕が、いつものワシントン大学シアトルにあるワシントン大学で、はい、教えてたわけじゃなくて1年間だけハーバードに来て、はい、客員教授みたいな形で教えてたんです、はい。そして彼はそのマラソンで走るためにボストンに来たんです。そしたら、マラソンの翌日ハーバードに来て、その現代日本文学の授業に参加したんですね。その教室であったんです。たまたまその僕が、パン屋最終劇という非常にいい短編を翻訳してたんですけれども、そのまあ僕の原稿を生徒たちに学生たちに配ってまあ話し合うクラスだったんです。そしてそのクラスでその話し合ってる間に僕が自分の方から学生たちにこの、小説に出てくる海底、火山というイメージがあるんですよ、はい。この火山は象徴として象徴と言いますね、象徴ですね、はい、シンボル、はい。それどういうような象徴でしょうか、うん、What does it symbolize? 何を象徴するかって聞いたら、はいはい、彼らがその学生たちが答える前に村上さんの方からいや違いますよ、あの海底火山は象徴じゃないです、ただの火山ですよと彼は非常に強烈にそういうようなことをそういうような意見を、はい、進めたんですけれど、はいはい、僕もあれでは不服だったんですからいや僕はこの人の言うことを聞くなってそうなんと学生たちに言ったんです。彼は何が何だか分かってないんですよ、これは確かに象徴ですよというようなその、はい、もちろんみんな笑いながらこういうような話をしてたんです、はい、非常に なんか、うん、感じのいいような授業だったんです。そこからそうです、ね、村上さんに、個人的に会うようになったんです、はい。なんか個人的に話しててなんかこうあの小説それまであの村上さんの小説を読まれて、うん、あの思ってたイメージと直接お会いしてお話しした時のイメージって何か違いましたか？いや随分に、あの全然ずれは感じなかったんですね、はい。その特に彼のいろんな初期の作品の、はい、に出てくる僕というナレーター、はい、その彼は非常に似てるんですね。その僕は非常に村上さんらしい人間です。 なんだかその頭も割といいですねというようなそのナレーターは、はい、もちろん天才じゃないです、割と普通の人間ですけど、敏感でもあり、鈍感のところもあるような、うん、非常になんだか親しみやすいような人です。そういうまあ春樹さんも、いい人ですよ。あとあの翻訳で村上さんの作品って、この中にも触れられてるんですけど、あのバンバン氏さんとルービンさんの、翻訳するものが違うしっていう、ここだからそこがお互い、どっちを選ぶかというか分かるみたいなことが、ちょっと書かれてるんですけど、それではどういう感じなのかちょっとあれは非常に、非常に意外な話だったんですね。僕そのバンバンさんの方が先だったんですね、その
村上さんの翻訳ですね、はい、特に短編を、はい、まあ、長編はもう3冊ぐらいやってたんですね、ただ彼が長編やってるから 僕の方が、うん、短編の翻訳を頼んだんです、はい、そして僕が翻訳したいという短編とバーンバウムさんが翻訳したいという短編はほとんど重ならなかったんですね、うん、彼は自分の趣味で選んだんで、はい、僕も自分の趣味で選んだんですけど、はいはい、ほとんどその衝突というようなことはなかったです、はい、それもなんかちょっと不思議ですね。不思議です、本当に不思議だったです、それにその、はい、短編集が、はい、英訳短編集が出た後、まあ、いろんな書評がもちろん自然に新聞や雑誌に出てたんですけれども、はい、大体その書評を書いた人は、はい、なんか例として引用する、はい、小説を、まあ、そういうそれについて、はい、書くことになったら、うん、ほとんど決まってバンバンさん の翻訳した短編だけか、はいはい、僕が翻訳した短編だけを例にとって彼らはもちろん全く無意識にそんなことをしていたんです、だからその趣味の違いが、うん、その読者にも通じるような感じですね、はい、うん、どういう違いか分かまた今でも分からないです ね、 そうですね、非常に不思議だったんです。じいさんの方でバンバンさんが訳したのをこう読んだりもするんですか？もちろん読んでは見ましたけれども、ぜひ翻訳したいというような気持ちにはならなかったんですね。でその時例えばこう自分だったらこういうふうに翻訳するのになとか、はい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 、そういうことっていうのもやっぱり思うんじゃないかなと思うんですけど、そう思うのも自然ですけれども、そういうことはなかったんですね。あんまりそういうことは、あ、そうなんですね、ちょっとどうしてかわからないですね、不思議ぐらいですね。面白いですねそれは、そういうなんか最初から積み上げるっていうのは、まあそのさっきのノルウェーの森と他の作品ってそれまでの例えばビンボールとかもすごい違うんで、そういう違いは分かるんですけど、その後の短編とかでいうと、まあ、そういう綺麗に積み上げられるっていうのはちょっと僕の中ではそういう違いが、なんかあるのがちょっとまあ分かりにくいというか、でも面白いなと逆に思って、まあ僕はまあもちろん翻訳するっていうことじゃなくて、単に村上春樹が書いてきたものをこう淡々と読むだけの読者なんで、まあそこの違いもあるとは思うんですけど、そこはすごく面白いなと思ったところですね。でもやっぱりJさん自身もそれがなぜそう積み上げられるのかはよくわからないっていうところなんですよね。ぜひその、誰かその日本 の学者にそういう研究をしてもらいたいですね逆にですね、どうしてバンバンさんが選んだ、まあ、いろんな短編が、はい、ムービンが選んだ短編と違うかっていうようなそれは別な研究として面白いですね。証拠を立てて、面白い、話すことができたら面白いと思いますけど、すごい面白いですね。僕には全くわからないですいや僕もちょっと単に村上春樹の小説をずっと読んできた身としても全然全くわからないですね、そこはすごい面白いなと思ってるんですけど、まあ今ちょっと翻訳者としての話がありましたけど、翻訳してる時に何かこう大事にしてることっていうか、まあ、こういうことはちょっとこう大切にしてこう翻訳していこうっていう、何かこうそういう大切にしてることっていうことは何かありますか？まあ、まず文法にこだわらないということですね。文法やその、センテンスの構造とかそういうのにこだわると、はい、文学の心がどこか失われていくんじゃないでしょうか、はい、どうして僕はその
ページに書いてあるような日本語の文法はどうでもいいですけど、はい、頭の中に浮かんでくるイメージにはなるべく忠実に、はい、忠実に翻訳しようとしてますけど、日本語と英語があんまりにも違うから、そうですね、はい、日本語のセンテンスの文法はほとんど関係ないです、ほとんど関係ないです。あ、わかります。僕は非常になんかその忠実性を重要に思ってますけれども、何に対する忠実性かというと、はい、文法やこう、センテンスの構造じゃなくて、その自分の頭の中に浮かんでくるイメージに対する、はい、あ、すごくわかります。それは今だからジェイさんが言ったのは村上さんの、あ、まあまあ、村上さんだけじゃないですけど、翻訳するときに、まあ、自分のイメージを文学に英語にしていくのがすごく大切だというお話をされたと思うんですけど、まあ、それなんですごく、あ、すごく共感できると思ったことがすごく理解できるというのが、自分であの小説を私個人が書くときに、あの、まあ、イメージができて書いてるんですけど、今度は自分の頭の中にイメージになるものを文章で書くんですけども、うんうん、はいはい、それがまあ下手くそだと、文章が下手くそだとちゃんとイメージが読んだ人に伝わらないんですね。で、難しいですね。あの、まあ、逆に僕は自分で考えてるイメージを文章にしてるわけですから、小説にしてるわけなんで、それを正しく伝えれる文章を書ければ、あの、まあ、少なくとも自分いい悪いは別にして自分のイメージをこう伝えることができるんですけど、得てしてこう意外と自分が作ってるイメージを文章にして他の人に読んでもらった時に違うイメージを持たれちゃうと、もともとその文章いい悪いっていう、あの、僕の作ってるイメージが面白いか面白くないかって以前に、この表現として文章の能力が足りないってことなんですよね。で、そういうことって、あの、よく、あの、ありがちっていうか、脚本の仕事してても、自分はイメージ、特に脚本の仕事は、あの、また小説とまた違うところがありまして、その方がかえって難しいじゃないですか、はい、まあ、ある分映像で見せないといけない、文章でもう、もう映像を撮るわけですから、はい、監督がこう、また役者さんが、はいはい、だ、映像イメージを作っていかないといけない、まあ、もちろん戸書きを作ったり、いろいろセリフだけじゃなくて戸書きも作っていくので、うん、まあ、シチュエーションを説明する言葉を小説よりは、まあ、よりスタッフだったり俳優さんに分からせるために書いたりはするんですけど、まあ、でも映像で渡していかなきゃいけないっていう意味では、言葉はその文字はそれをする媒体メディアですから、はい、あの、そういう意味で、まあ、そのイメージをどう相手に伝える手段として、まあ、あの、文章があるわけなんですけども、まあ、それと同じように今、あの、まあ、すごく理解できるなと思ったのは、まずイメージ、文法とかあれじゃなくて、そこに書いてあるイメージをちゃんと英語にして、まあ、読んだ人がそのイメージをやっぱり共有できる、はいはい、同じものが浮かぶようにするっていうのはすごく重要だという意味では、あ、すごくなんか理解できるというか、まあ、あ、なるほどと思ったんですね。まあ、英語と、はい、英語と日本語があまりにも違うから、はいはい、そうですね、あたかも自分の小説を書いてるような感じもするんですね、はい、うん、もちろん人の書いた文によっ頼ってますけれども、はいはい、頼ってることはもちろん頼ってますけれども、そのどうしてもその中心になるのはこっちにあるイメージですから、うん、そうですね、原作者とあまり変わらないような楽しみがあるんですね、その面白みもあるんですね、うん、あ、それはすごく面白い話だな。あので、まあ、ルビンさん今ちょっとお話もしましたけど、あの、自分の長編小説を書かれて、そしてこの、あの、蛇の光、まあ、本当に、あの、読ませていただきましたけど、まあ、これはこれで、あの、なぜこうルビンさんとして、翻訳家でずっとやられてきて、まあ、長編小説を、あの、まあ、自分で書きたいと思われたのか、その辺はどうですか。主に腹が立ってましたから腹が立ってたんですね。あの、はい、アメリカの、アメリカにも、はい、そういう強制収容所があったっていう事実は24、25になるまでは全然わからなかった、はい、知らなかったんです、はい、
ほとんど隠されたような感じだったんです。戦争中に日本人、日本生まれの人とそのちゃんとしたアメリカ市民である日本生まれの、日本アメリカ生まれの市民まで強制収容所に 何人だったですね、12万人まで入れたんです、無理に。それはちょっとそれを初めて聞いた時、信じられなかったんですね、自分の国が強制収容所というと、もちろんナチスドイツの現象だと思うのが普通ですけど、よくもこのアメリカ、その正義の味方になるべきアメリカにもそういうのがあったのを初めて聞いた時、すごくなんか腹が立つというような気持ちですね。そしたらそれは大体僕が大学院生の頃だったんですけど、その時からだんだんそれについていろんな本を読んでみたんですが、1975年からアメリカの東部からシアトルに移ったんです、仕事の関係で。その時から実際に強制収容所に入れられたいろんな人に会うこともできたんですね、これはもちろん西部の話だったです。西海岸の現象だったんです、だからそのシアトルに移ったら全然雰囲気が違うんですね、そしたらもっとなんか抽象的な事実よりも、実人生に起こったような、印象を受けたんですね。そういう人たちと話してみて、そしてますます腹が立ったというわけですね。どうしてもこれについて何か書かないとダメという気持ちになったんです。なるほど。それでまあ自らこう執筆されてっていうことなんですね、まあ本当にこう、まあ日本はまあその第二次世界大戦敗戦国なので、まあ逆にまあ他の国で起こったことっていうのはいろんなテレビドラマになったりまあしてますけど、まあちょっと具体的な場所で言うと、まあ僕はここは存じ上げなかったんですけど、まあいろんな場所でまあ戦争終わった後もですね、まあ実は私の父はシベリアに抑留されてましたので、よく分からない、シベリアの抑留、シベリアですね、あの戦争終わった後にうちの父は4年間捕虜になって、やっぱり強制収容所でもう戦争終わってるのに、あ、その、まあ、4年、その人たちは、はい、その人たちこそ大変だったですね、まあ、まあそういう意味では父がまあそういうあの敗戦の後にですね、まあ、ソ連に捕まりまして 4年間も労働させられていたので、まあちょっとこう、まあ、重なる部分とか、まあ、もちろんもっとソ連はひどいマイナス30度で木を切らされたりして、たくさんの日本人が亡くなりましたから、父の友達もですね、まあ、そういう意味で父はまあ生きて帰ってこれただけでもまあまあ、ハッピーっていうか、でもお父様は自由にこういうことを話したんですか。いや、あんま話さないです、ほとんどあの話さなくて、アメリカのそういう二世の人の、はほとんど自分の方からしゃべらないです。しゃべらないんですよ、だからどちらかというと父が、まあ、あの亡くなった時に父の、まあ、友達というか、まあ、戦友だったり、また戦争は一緒じゃないけども会社の同僚だったりって人からまあ聞いて、あの、まあ、もちろんシベリアに4年間行ってたっていうのは知ってたんですけども、まあ、そこで何があったかっていうのはあまりあの父は喋らなかったので、まあ、父が亡くなった後いろんな抑留された人、またはそういう本が、まあ、買って、まあ、父はこういうことをさせられたんだなと、それを聞こうと思ったんです。その経験について本が書いてありますか。まあ、いくつかあるんですね、いくつかシベリア抑留についての
本もありまして、村上さんはもちろんそれにちょっと触れてるんですね、はい、ねじ巻き通り、はい、クロニクルで、そうですね、ちょっと触れてるんですけど、はい、もうちょっと読んでみたいと思います。あ、まあ、いくつかありますので、ちょっとこう、あの後で URL でも、はい、ちょっと、はい、教えてください、はい、まあ、まあちょっとこう亡くなってからやっぱりこう父はどういう環境だったんだろうというのはやはり知りたくてですね。驚いたんじゃないですか。まあ、あのそうですね、まあ、ああいう過酷な状況で、あの、まあ、どういう思いでっていうか、やっぱり言ってたのはそのちょっとだけ言ったことがあるんですね。すごくこう印象に残ってる言葉がですね、それはあのそういう状態になるとそのお腹もすごい空いてるんですよね。もちろん食べるものがすごく少ないですし、労働はまあ過酷なわけですね。それは真冬に木を切って運ばなきゃいけないわけですから、まあそれの状態 で、 あので、一番仲いい友達が、まあ、隣でコッペパンを持って死んでっても、友達が死んだのに悲しいというよりはそのコッペパンが食べたいって思っちゃう自分が今でも許せないと、そういう状態なんだと、まあ、それだけはちょっとあのすごく吐露したっていうか、ちょっとお酒が入ってる時に、まあ、すごい感情が、まあ、普段はすごく冷静で穏やかな人なんですけども、すごく感情高ぶって、なんかちっちゃい時でも言われたのを覚えてることがあるんですよね。あんまりそういう特にシベリアの話はしないんですけど、ただそういうこと一言言ったことがあって、あ、そうなんだなって、やっぱりそれをずっと悔いてるわけですね。あの自分の仲いい友達が死んだのにコッペパンの方を気になってる自分がずっと許せないっていう話がありまして、信じられないですね。そういう状況に置かれてたっていうことなんですよね。まあ、だからそこはすごく印象、父の喋ったあんまり喋らない話としてすごく印象に残っている話なんですけども、はい、で、まあちょっとあのお話を今度作家の方なんですけど、今後、まあ、あの今回のも書かれて、他に今後何か作家として自分で書いていくものとして何 か、 して、はい、何かテーマとか何かありますか。学者としては、はい、今のところ、現代、はい、近代現代日本、日本短編小説集、まあもちろん英訳ですけど、はいはいはい、をまとめているところですけれども、ペンギン社に、はい、そういう本を作ってる、段階というんですか。あ、そうなんですね。で今それはもう進行中で、自分の小説、はい、いや、よっぽど腹が立たないとまたなんか腹が立つようなことが起こるとエネルギーになって、まあ、確かに何かエネルギーがないとなんかこうあれですよね、書きたいってすごい意欲がないとなかなか、まあ僕も3年ぐらいかかって書き上げられてない小説が一つあるんですけども、あのなかなかエネルギーが、あの書き切るだけのエネルギーがなかなかないなと、今4万5千字ぐらい書いてるんですけど、10万字ぐらい多分必要な小説だと思ってるんですけど、まあまだ半分ぐらいしか書き終わってないなと思ってるものがありまして、あれもああいうのを書くとき、なんか普段こうやってバタバタ仕事やってるととてもこう書く気になりませんで、どっかにちょっとこう行ってですね、あのメールも届かないようなところでメールも読まないで集中して書かないとなかなか書き上げられないなと言って毎回思うんですけど、たまにあの1日2日休み取って温泉とか行って書くときあるんですけど、温泉とか行ってもう全然こうあの集中して書くときあるんですけど、まあもう何ヶ月もあの書いてないもんですから、最初からもう一回読み返してですねあの最初の半日はもうそれで潰れるというか、まず自分の書いてるとこをきちっとこう把握するところから詳しく覚えてないんですよ。そうなんですね。そんな時間が経つ。そうなんですね。まあちょっとそんな作業を3年ぐらい繰り返してる小説が実はありましてなかなか進まないんですけどあとあのまあ今ちょっとペンギン社からっていう話もありましたけど、村上さんの仕事としては今後もやっぱりこうどんどんやはりこれから先も続けていきたいという、村上さんは今度も、はい、この度も、その
現代日本、はい、短編英訳集の序を書いてくださるって決まったんですから、はい、あ、そうなんですね、またそういう仕事になります。そうですね、彼の書くそういう序文ですね、はい、非常に面白いですよ。うん、僕の芥川の短編集のためにも書いたし、はい、三四郎、はい、三四郎、ね、三四郎四五年前に、ね、はい、ペンギン社のために、書き直した時村上さんに書いていただいたんですね、はい、非常に面白い序文だったんですね。多分そうですね、あとはちょっとこう全然Jさんから見た試験でいいんですけど、ハルキストは絶対にいつも何かあると聞くんですけど、ノーベル文学賞ですね、毎年候補になって、毎年毎年そうです。Jさんから見たら なぜというか、どう思われますか。まあ、そういうノーベル賞を受ける日本人がいるとすれば、はい、それは村上春樹以外に考えられないんじゃないですか。はい、ぜひ、うん、取ってもらいたいんですけど、はい、けれども、どうしてかというと、ま、僕は毎年10月になると、はい、日本のいろんなそういう、メディアから、もし日本でそのもし村上さんがもらったら、はい、なんか一言でも言ってくださいませんかと、いうような、そういうリクエスト毎年来るんですね。毎年10月になるとすごく山みたいに入ってきます。もう、それこそ やめてもらいたいですね。わかりました。じゃあここで本日のゲストは J. ルービンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。